さあ、それでは相模石油グループマン・オブ・ザ・マッチプレイオン賞の表彰式です。本日のプレイオン賞は坂田昭弘選手です。メルボール12回の中から田中真由香さんより5万円が贈呈されます。どうぞ。さあ、それでは一緒に写真撮りましょうね。2人でじゃあ肩の形で、降りてきたときにものすごいなんかこう気合いの入った顔をしたんですけども、どんな気持ちで試合に臨みました？いやもうホームなんでね、もう絶対勝つっていう気持ちでバス降りましたね。あのお兄さんの田村雄三がいつまで真面目な顔してんだって言ってましたよ。そうなんですか。ギャグを一発やれって言われたんですが、聞いてないですねそれは。本人が向こうでサインしてますさあ、じゃあ5万円これ何に使います？しましょう、車のローンで堅実ありがとうございました。プレイオン賞は坂田昭弘選手でした。さあ、続いてお兄さんです。マンオブザマッチは田村雄三。エネルギー事業の係長柏木忠弘様より賞金10万円が贈られます。そしてベルマールクイーンの石井博子さんより花束が贈られます。さあ、それでは一緒にじゃあ写真撮りましょう。さあ、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。もうなんかやっぱりよく粘ってこう執念が感じられたような気がするんですけど、どうですか？そうですね、まあホームなんで、しばし勝ってなかったんで、みんなに8点差をプレゼントしたくて、頑張りました。そして今日はね、完封よく回したと思うんですが、そうですね、まあ、本当はもっと攻めて、楽な、ゲーム運びがいいと思うんですけど、まあ、同じ勝ちには変わりないと思うので、まあ、これがリスタートでまた1試合1試合頑張っていきたいと思います。で、久保田選手にはね、真面目ぶるなって言って、自分が全部真面目な答えしてますからJ で、J1 でここまで戦ってどうですか、感想は？そうですね、まあ、それは、選手もいろいろ感じてますけど、まあ、サポーターの皆さんもいろいろ感じてると思うし、まあ、でも全然、どうすることなく、一戦一戦戦っていきたいと思います。今日の勝利で、14位に入賞しました。これ何か、ね、ちょっといいきっかけになるんじゃないかと思うんですが、まだちょっと順位と計算するの早いですけど、まあ、本当にリスタートとして一戦一戦頑張っていきます。ここまでの質問でございます。この10万円何に使いますか？そうですね、なんか、いろんな選手は貯金とか言うんでちょっと変わって10万円チケット分買います。いいですね、貢献します。ありがとうございます。さあ、それでは今日集まったサポーターの皆さんに最後に一言お願いします。これからも一戦一戦みんな選手全員で頑張りますので、
します。本日のオーバーマッチ、田村隆三選手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。どうぞどうぞ皆さん、もしよろしければ。いいね。